GNOME 端末、GNOME 端末、GNOME 端末はデスクトップ環境 GNOME に付属する端末エミュレータである。ハボックペニントン、ハボックペニントンらによって作成された。伝統的な UNIX のコマンドラインベースの操作ではなく GUI デスクトップを提供するのが GNOME デスクトップ環境の目的であるが、 従来のコマンドラインインターフェースとの親和性も重視してる。GNOME 端末を使用することによりデスクトップ環境を実行したままコマンドラインシェルを利用することができる。GNOME 端末は他のウィンドウと全く同じようにウィンドウの位置を足したり大きさを変えたり別の仮想デスクトップに移動することができるという立点を持つ。GNOME 端末は ザタームに非常によく似ており、ほぼ同じような特徴を持つ。色付き文字、よく使われるものに、ls コマンドの出力などがあるや、ウィンドウ内でのマウスイベントのサポートなど重要な機能も備わっている。タブ機能などの独自の機能もある。GNOME 端末は複数のプロファイルをサポートしている。ユーザーは自身のアカウントごとに複数のプロファイルを作成することができる。 ユーザーはプロファイルごとに設定を変更することができ、プロファイルに名前を付けることができる。プロファイルで設定できるのは本と色、ベル、スクロールの挙動、バックスペースキーと削除キーの挙動である。GNOME 端末を起動すると、ユーザーのデフォルトのシェルが立ち上げられるかもしくは個別に、設定したコマンドが実行される。これらの設定はプロファイルごとに設定でき。 ユーザーはプロファイルごとに異なるコマンドを実行することができる。例えば、あるプロファイルはデフォルトのシェルを立ち上げるプロファイル、別のプロファイルはリモートのコンピュータに SSH で接続するプロファイル、さらに GNU スクリーンを開くプロファイルを持っている人がいるかもしれない。GNOME 端末にはいくつかのキーボードから ASCII への割り当てに依存した古いソフトウェアに 対応するいくつかの異なる互換性オプションがある。コンピュータを使用するとき、バックスペースキーとディテルキーについて曖昧さがある。バックスペースキーを押すとき、コンピュータはカーソルの前の文字を消すかもしれないし、カーソル位置の文字を消すかもしれない。アスキーも参照。GNOME 端末では、どの制御文字もしくはエスケープシーケンスを バックスペースキーもしくは削除キーが生成するかをユーザーが指定まることができる。ユーザーはこのオプションをプロファイルごとに指定することができる。GNOME 端末では色付き文字が利用できるが、この機能をオフにすることも可能である。GNOME 端末は16色の基本セットをサポートしており、ユーザーがその色を指定することができる。さらに、 GNOME 端末はデフォルトで256色パレットをサポートする。いくつかのプログラム、例えば VIM ではそのたくさんの色を使うことができる。GNOME 端末は数多くの背景のオプションをサポートする。ノーム端末3.8以降では透過背景オプションは削除された。GNOME 端末は何よりもまず、 コマンドラインインターフェースでありほとんどの入力にはキーボードが使われるが GNOME 端末はマウス操作もいくらかサポートしている GNOME 端末はマウススクロールと左右のクリックを捉えることができる目下マウスの位置を特定するとこはできないがアプテトゥードやビムといったいくつかの端末上のアプリケーションがマス操作を利用することができる今のところ ジェスチャーに基づいたタッチはサポートされていない。GNOME 端末は出力を解釈し自動的に URL や E メールアドレスと思われるテキストの断片を特定する。ユーザーが URL を指すとテキストに自動的にアンダーラインが引かれクリックできることを示す。クリックすることによって適切なアプリケーションがリソースにアクセスするために開く。 GNOME 端末はタブをサポートしている。ユーザーはいくつもの画面を開く代わりにタブで開くことができる。タブバーはスクリーンの上部にボタンのように現れ、ユーザーはそれをクリックすることでタブを切り替えられる。タブの目的はごちゃごちゃしたタスクバーの代わりにユーザーが端末を整理する際の操作性を改良することにある。プロファイルと同様にタブごとに名前を指定できる。 ユーザビリティを改良するためにタブに関するすべての操作はキーボードショートカットを利用して行うことができる。デフォルトでは新しいタブの作成はコントロールシフト T タブを閉じる操作はコントロールシフト W でを行うことができる。次のタブ、前のタブへはそれぞれコントロールシフトページダウン、コントロールシフトページップを押せばよい。最近のバージョンでは ユーザーがすべてのグラフィカルなアプリケーションを終了させようとした時 GNOME 端末は本当に終了させてよいか確認するダイアログボックスを表示するこの機能は例えばウィンドウの閉じるボタンをクリックすることによって誤って端末ウィンドウを閉じるリスクを減らすためにあるもしジョブの実行中にユーザーがウィンドウを閉じるとジョブは終了してしまい ジョブの終了が事故であるなら、ユーザーはジョブを再スタートさせなければならない。この機能はユーザーがグラフィカルインターフェースでアプリケーションを閉じるときのみ存在する。ユーザーが Exit Shell コマンドで終了しようとしたとき、終了の確認はユーザーのシェルの責任となる。GNOME 端末の機能ではなく、例えば TCSH や WASH といったいくつかのシェルは、 似たような機能を提供していて、停止されたジョブがあるとき確認してくる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。